ヤクルトの石川正則投手が11日、神宮外苑で行われた投手練習に参加し、3、11、への思いを語った。秋田出身の東北人、それでも、今年の能登半島地震など多くの災害が起こっていることを踏まえ、災害によってその日付って違いますけど、今日はそういうのを忘れてはいけないなっていう日かな、と受け止めた。 野球ができることに感謝し、44歳シーズンも全力で駆け抜けることを誓った。13年前、30代に入ったばかりの石川は選手会長を務めていた。計画停電が行われるなど電力不足の中で、巨人と山口、宇部での開幕。野球をやっていいのかとか、そういう思いにはすごくなった2011年だった。 今もこうやって野球をやらせていただいているありがたみを感じつつですね。勇気を元気を与えたいというのもすごく難しい言葉で、簡単には言えないことかもしれないですけど、少しでもそう思ってくださる方がいれば本当に嬉しい、と語った。現役最年長の44歳。かけられる言葉への受け止めも変わってきた。年齢近い人に、元気もらってるよ、とか、 そういう言葉をかけてもらうことがすごく多くなった。当時よりも年齢を重ねて、同じことを言われても感じ方ってすごく違っていて、ただ元気だけじゃなくて、一軍で結果を出して優勝に貢献できるような姿を一試合でも多く見せることが、プロ野球選手としてしなきゃいけないことかな。通算200勝へ、あと15勝、年齢を重ねたからこそ感じる感謝の思いを、 マウンドで若々しく表現していく。